こんばんは。火曜の夜10時、海賊テレビ組チャンネルです。はい、ですね、もう一度引っ張ってきてしまいました。あ、どうもありがとうございます。はい、田淵先生、はい、金曜日のこちらの海賊党の討論会でも、はい、先生のお話聞きたい方がたくさんいらっしゃって、はい、大活躍、もうね、聞いた方が大感謝されてるみたいです。はい、田淵先生の、解説ね、すごく現実的で、左派にはちょっと欠けてる視点だったりもするので、貴重なご意見として伺っていきたいと思っております。さて今日ですね、まだ1ヶ月そこそこというのにもう一度来ていただきましたのはですね、民主党に関する悩みをですねみんな民主党に関して悩んでるんですよね、はい、それでですね、私もまだ政治に興味を持ったのが本当に最近なものですから、今までの民主党の経緯とか、はい、もうなんだかうろ覚えでですね、本当に有名な方の名前しか知らないぐらいなんですけれども、一つはですね、もう去年ぐらいからなんですけど、民主党っていうのはほらもうすぐなくなる政党だからっていう、不意調があるんです。でそれはね、ちょっと悪意があるのかなと思ったんですけども、分裂してなくなることになってる党だよっていうような噂をする人がいたりですとか、はい、で私は割と自民党よりやっぱり民主党は好きだし、はい、でそうなんですよ。でやっぱりですね、お仲間、社会運動のお仲間で一緒に活動してみると、本当に共産党の議員さんほどね、親身になってくださる人はいないんですけれども。私やっぱりそうですね、小沢さんが自民党を飛び出した時に一つのこうドラマチックなね期待をやっぱり持ったっていうのがあったり、その頃の若手議員の民主党のね、若手議員の人がやっぱちょっと頼もしく見えたりしたんです。そういうから見ると小山さんから見たら私なんかめっちゃ右ですか？そうしたら、いや、それはですね、この間お話聞いてみるとそうでもないってことが国際情勢の話で分かったんですけれども、はい、でね、ちょっと民主党っていうね、私中道っていうんですか、中庸っていうんですか、日本人ではそのね、極端っていうのは嫌いなんですよ。なるほどなるほど。で、一人から中途半端だなんだ言われようがですね、いや何言ってんだ、一番お釈迦様が大事にしろって言ったのは中庸っていうことなんだよ、中庸中道行けっていうことなんだよってね、そういう人なので、民主党どうもね、捨てがたいですね。それで、山本太郎さんの事務所のね、お名前使ってよくその内閣委員会見せていただいたりとか、してるんですけれども、山本太郎さんの事務所の人がやっぱり畑さんとか湯本さんとか、やっぱり民主党系でいらっしゃって、でも生活ですけどね、畑さんはね、ですけども、でもやっぱり民主党の流れはなんかこう、やっぱ立ちがたいなと思っているんですよね。みんながね、民主党ダメダメ言うほど、そんなに嫌いになれないんですけど、でもだから民主党はダメなんだっていう話がですね本当に今噴出してまして、それを野党共闘してもらいたいっていうね、シールズをはじめ、そういう話があった時にどうして共産党と握手ができないのっていう、なんかそういう文句っていうのが今まずなんで共産党と握手するのかいう人もいますけど、いやルーツたどったらちょっと無理なことは無理なんだけど、でもそこをなんとかみたいな話をしてるんですけども、私なんかがいるその、新市民運動エリアっていうとやっぱり民主党の、左派の、ね、関係の人が馴染みあるかなというね、盗聴法とか秘密保護法で福山哲郎さんとかね、勉強会によく来てくださったりとか、あと TPP の方も、山田さんの関係でなんですけども、民主党の首藤さんとかね、民主党の藤田さんとかよく最近は勉強会で一番後ろに行って、なんていうんですか、校長先生も真っ青っていう、会社で言ったら会長に当たるようなですね、なんていうんですか、こう祝辞にも似た挨拶をされる方なんですけど、そういうのがあって、だ民主党っていうのはですね、いろんな人の集まりなんだけれども、どう捉えたらいいかわからない、で問題がどこにあるのかよくわからない、みたいなのがありまして、そうこうしてるうちに細野さんが、いやもう本当はこれすっぱり回答して我々もう自民党行きますわみたいな感じになってきたので、自民党じゃないと思う、自民党じゃないですか、なんかもうちょっと違うでも左派の方ではもうあいつらイラつくからお前ら自民党行っちまえっていう人もいるんですよね、
でも自民党入りたいと言って入れなかった M さんみたいな人もいるしね。いや前原じゃないですよ。M 本さんみたいな人もいますけど。あ、M 本さん、ね。松本さん。松本明明さんも自民入るつもりで離党してるけどどうもダメみたいですしね。そうなんです、ね。やっぱりこう選挙区事情を考えたら場所埋まってるんでしょうね。あ、先生からすると選挙区事情がまで見えちゃうからそういう考えも浮かぶんですね。いやちょっとその話脱線しますと、はい、あの三谷さんですね。三谷さん。あの元みんな元の三谷秀樹郎さんをなんとかですね、はい、東京5区のその手塚さんとの間でどっちかが来年の目黒区長に収まってくれという運動もあってるみたいですよ。あ、そうなんですか。やっぱりその議席のそのいわゆるその座席みたいなね、そのいわゆるその公認枠みたいなのがあって、三谷さんと手塚さんが両方出てる分には絶対に自民党が勝つっていうんで、どっちか降りてくれという感じで、降りた方を目黒区長選に出してやると、そういうふうな動きも取引もあったりするみたいです。そうなんですか、ね、自治体の多さもかなりね、こうなんていうか、まあ、それはやっぱりね、あの結構、まあ、今日の、ね、お題のあるところね、なるほど、はい、まあ、ちょっとあのそんなこんなの、 あの世間事情が ありつつですね、うん、私から見ているとなんかそのやっぱり、新自由主義の、流れを組んで力を持っていらっしゃる民主党の議員さんというのが華やかだなっていうふうに思っています。で、あとやっぱり労働組合系のですね、うんうん、まあ、やっぱ私たちの話よく聞いてくれそうな、うん、あの真面目系 の、 あの民主党のね、あの親身な議員さんというかですね、うん、はい、あのそういう人たちもいるんだけど、まああのね、じゃあどうしたらいいのかな、どうしたらいいのかなっていうか、そう、それで海江田さんが怒ったのが私はすごい残念だったんですよ。私海江田さんとかにメッセージとかしたんですよ、Facebook。海江田ファンですか。いや、ファンっていうより、うん、お顔見てて、あ、この人ちゃんと言葉通じそうな人だなと思ったので、あの今こんな問題あるんですけれど、あの政治家の方の耳には入ってるんでしょうか、うん、みたいなあのメッセージ打ったりとかしてたんですけども、うんうん、なんか落ちちゃったりして、でそうなと思っていて、で、あのね、まあ、あ、すいません、今日はですね、あの今日はちょっとお留守番しないで連れてきてるんですけど、うちのピーちゃんです、すいません、泣き、たまに泣きます、はい、まあ、そうなんですけど、長妻さんと、うん、あとあのほら、細野さんっていうね、あの長妻さんと細野さん、あ、長妻さんと細野さんと岡田さんで、うん、あれですよね、党首の選挙やったんですよね、確か、やりましたね、当選やったんですよね、はい、それで、まあ、細野さんって私ツイッターで追ってるんですよ、うん、でだいぶアメリカですごいこうあの王子様みたいに接待されてたんで、そうなんですか、そうなんですよ、それで、うん、ちょっとあれどうしてなんだろうっていうふうに思ってて、うん、で長妻さんはまあ厚生労働省やってた時にね、うん、あれですよね、で長妻さんはこう割と厳しい目でいろいろ判断できる人なのかなと思ったんですけども、岡田さんに関してはあのちゃんと私が新聞の記事をきちんとよあの追ってないせいで、ちょっとなんていうか人物的な印象が薄いというか、何をする人だ、どんな考え方で物事をあのこう切る人だっていうのがよく分からなくて、それででも大加戸さんになった時にあのまあ違和感とは言わないんだけれど、大丈夫かなっていう感じはちょっとしたね。なるほど。で私詳しくないんで、田淵先生みたいにこういうあの裏ネタいっぱいあのご存知の方にですちょっと民主党解説していただきたい。わかりました、はい、お願いいたします。で資料は今はあ、じゃあですね、あ、田淵先生のことは皆さんご存知かと思いますが、じゃあちょっと一瞬田淵先生のお写真を、はい、はい、公認システム監査人ですね、はい、IFRS というのは国際基準の国際会計基準のコンサルタントということなんですね、はい、でこれ国会の写真です。国会にも呼ばれていらっしゃる先生ですね、はい、です今あの公明党の、まあ、政策アドバイザーみたいなこともされてるな軽減税率も、はい、軽減税率のね、はい、うん、されている方です。はい、はい、では田淵さんどこから、まずじゃ あのやっぱりおとついのですね、はい、大阪ショックのことから、大阪ショックそうですね、やっぱりちょ、はい、じゃあ2ページ目をお願いします。はい、今日ちょっとモニターがないので目線がブラブラしますけどすいません
いや、しかしこれは意外でしたね。僕はね、一勝一敗だろうと思ってたんですよ。そうだったんですやっぱりね。ね、柳本さんをね、え通ると。で、しかもこれはね、やっぱり柳本陣営の一つ大きなミスとしてね、まあ地元の誰とは言いませんけど、大阪ローカルの放送局が、実は首相官邸は橋本さんの味方だっていうデマを飛ばしたんですよね。電話じゃなくて、でも一応でなもぜ下のか。図見てください。これちょっと安倍晋三、自由民主党総裁、大阪府知事には栗原貴子、大阪市長には柳本明、皆様の一票をお願いしますっあ、てこれ大が変。デマね。いや、でも一応懇談はしてますよね、安倍さんと橋本さんで。橋本さんわざわざ東京に来て、安倍総理と安倍総懇理じゃ談なしくててまあっすちよだけね。ですか、官房長官のね。官房長官ですか。まあ、しかし、だってあの人、一回政治家辞めるって言った後、だから呼びで官邸に呼び出されて、で東京に来て、それで戻って、それでやっぱりまた始めちいゃや、うんだでけどね、す。大彼は丈夫。一回引退するはずですよ。なぜかっていうと、今回の選挙中にね、結構放送禁止用語をいっぱい言いましたんで、多分ね、閣僚にしちゃったらね、野党から追及されてちょっと難しいと思うんですね、高木大臣のこともありままあす。閣僚っていうのは一つの比喩だと思うんですよね。協まあ、力してくれって言われたわけじゃないですか、要は。ただね、そしたら不正選挙だって考またえらそっれち行る。く？私はね、今割回合はだね、と思今いま回す。ね、維新のファンの方に申し上げたいのは、先生、この間の、海チャンネルに出ていただいたとき、維新を絶対に勝たせてはいけないっておっしゃっいや、これね、言っておきますけて、やっど、ぱり維新も新自由主義ですよもちろんね。そうです。で、維新が勝った、2勝した最大の原動力は、私は野田武さんだと思いますよ。そうなんですなぜかというと、野田武さんが消費税軽減税率問題で公明党をいじめてたわけですね。で、重要なことは、公明党の税調会長の、斉藤鉄夫衆議院議員、この人はですね、実は公明党の税調会長であると同時に選対委員長なんですね。あ、そうなんですか。で、公明党っていうのはね、ちょっと難しくて、まあ、要するにスイッチ1から6ぐらいまであって、今回ゼロだったそうです。あ、そだうなんから全くかなり多数棄権したっていうのちょっと公明党関係者が今日聞きましたけど、それよりも下がったでしょ。あれ、公明支持層がかなり棄権したんですね。実は衆議院の小選挙区っていうのは、まあ、大阪で19あるんですけど、大阪市内はですね、1区から6区ですけど、この中で3人が公明党の現職衆議院です。ですから、分がもし公明党がスイッチ6で本気でやったらですね、柳本さん通ってるんですよ。で、やっぱりね、蓮舫ちゃんの立正佼成会さんと違って、公明党の場合はね、ものすごくエネルギーが入っている時とそうでない時がやっぱありますまあ、から。教祖様の指示以下になる。まあ、だから今回はその消費税の軽減税率でケチくさいことを言うからですね、私だから、先週の須澤さんのその金八油で言いましたように、とにかく今回だけ言うこと聞いたら、柳本さん通るよって言ったの聞かないから悪いんですよ。引きじゃないですか。いや、でも政治ってそんなとこあるでしょ。いや、そんなこと言ったら、我々が住んでる世田谷区の区長選見てください。公明党やる気なかったらダブルスコアで負けたでしょ、自民そは。の通りで、途中まで大変だったんで、私たちもう死に物狂いで頑張ったんそうです。そうです。私なんか自費で徹夜でそのネットカフェ、もう朝までっていう感じ、それ選挙対策なんやりでましたすよ。よ。だけど、あんまり実名は出しませんけれども、その医師会と薬剤師会、と薬剤師会、社労ちょっ士と会のかなり本題から連れてるんで、ちょっと戻ってください。推薦を受けていた某区議会議員が保坂さんに味方したのが聞いてるとか、それ新だ自け。由主義って何かなっていうのも知りたいし、それで民主党の中の新自由主義の潮流とそうでない人たちっていうのをね、それ教えいきていまたす。だきたいんですいません、じゃあ、ネオリベの危険性の場面にしていただけますでしょうか。多分先生、守備範囲が広いんで。大丈夫ですか？今、変わりました？はい、じゃあ、まずこの画面なんですけれども、まずこれは非常に小山さんが気に入ってくださってる図なんですけど、まず新自由主義というのは一体どういう動きを持つかっていうことなんですね。で、基本的には、特に右側の新自由主義の中には、右にありますよ、まあ、賃金を引き下げる、それから消費税の均一増税ですね、軽減税率反対、あるいはフラット税制っていうのは、その所得税も全部累進制をやめると、だから極度の規制緩和をしていくと、こういうのが新自由主義の推進力なんですまあ、ね。要は格差を広げたいってことですそうね。ですね。で、ちょっとだけ脱線すると、実はあれから一つ大きな動きがありまして、どうも所得税の最高税率は引き上げの方になるんです。意外かもしれない、小山さんから見たら。
いや、そんな詳しくないですよ。それから、はい、相続税も引き上げられてるんですね。で、さらに一つ大変いいことなんですが、はい、いよいよ始まったんですけど、8月に、はい、OECD と G20 が合意しまして、はいはい、その法人税の実効税率が 20% 未満の国に対して、はい、一定条件の下でタックスヘイブン税制というか、いわゆる租税回避税制をかけるというので合意しましたの で、はい、そうなんです。だから法人税の引き下げ競争は止まると思います。あ、先生ありがとうございます、うん、それは大きなニュースだと思います。で、今日もですね、アメリカの喜ぶかな大手の、はい、大手のその有名な、ね、製薬会社がアイルランドのちっちゃな会社を買収して、はいはい、そっちに本社を移そうとしたら課税するっていうことをクリントン長官が発表した、元長官が発表したとか。アイスランドですよ。アイルランド。アイルランド。アイルランドも 20% 以下ですね、はい。で、実はその租税回避地の問題で、はい、日本の企業で非常に影響が出てくるとすると、はい、今まではまあシンガポールがそれに該当してたんですが、はい、新たに台湾と香港とマカオがこれの対象になる可能性。ね、桜井さんの大好きな台湾、はい、桜井純子、あ、純子だ、桜井よしこさんの大好きな桜井純子さん、統一教会ですね。え、そうなの？桜田純子ですか？そう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 桜田純子です、ね。だから桜井よしこさんの大好きな、ね、台湾も今 19% ですから、20に上げないとそのタックスヘイブン税制をかけられるリスクがあるような。そうなんですね、これはですね、いわゆる新自由主義の流れが少し止まってきてる。そうです、ね、それと大変いいことなんですけど、はい、今度の、まあ、規制改革会議やあと半年で終わりですけど、はい、一億総活躍会議の中になんと竹中がいない、はい、あ、なんか竹中さんが何か滑ったって話を聞いた。それからあとですね、はい、新浪さんとかそういうネオリベ系の人がですね、はい、小山さんのお嫌いな某党がですね、弾き飛ばしたみたいですから。あ、本当ですか。そうみたいですよ。某と言わずとも。某党が。で、まあ、あとですね、ネオリベさんの特徴として愚民政策もあるんですが、はい、実はね、ドイツ語、フランス語を教えない人ですね、やっぱりね、ヨーロッパ大陸のことが分かると困るかもしれませんね。なるほど。で、その矢印右行きましょう。新自由主義をやってると、中間層が没落して、格差が助長されます。そうですね。そうすると、はい、国民全体の耐久消費財の購買力が低下します。はい、だから電気製品とか自動車とかね。これ私使ってますね、この言葉で。ああ、いいですね。皆さんに理解していただきやすいので、うん、先生以外で。で、先進国としては、はい、やっぱり最終的な景気の原動力はですね、やっぱり耐久消費財の購買力ですから、はいはい、まあさすがにその部品だけ買って喜ぶ人はマニアですから、基本的にやっぱり家の、まあ、家の中でね、いい家具とか家電とか、うん、そうですね、車とか、そうですそうです、はい、でこれがですね、いわゆる本当に年収2000万とかの人だったら、はい、多少消費税上がっても関係ないんですけど、はい、中間所得層っていうのはですね、もろに増税の影響を受けてしまうんですね。そうですね、ね、だからここで、だから私はですから、その軽減税率をちゃんと入れなきゃいけないと言ってるのはここにあるわけですね、うん、ですね、はい、で耐久消費財の購買力が落ちると、どんどんレンタルとかになってくるわけです、はい、そうすると製造業が衰退します、はい、で製造業が衰退すると2006年7年の頃みたいに技術が海外に流出したり、はい、国家が衰退していくと、うん、もう日本は完全にこの形ですよね。まあそうですね。で特に、竹中の悪さというかね、はい、研究開発費の費用処理、はい、これが一番いけない。でこれはもう非常に残念なのにですね、2009年の民主党政権ができた時に、はい、亀井静香先生が何を勘違いしたか、国際会計基準はやらなかった、こんなもんやりませんと言って潰してしまったんですね。さらに悪いことに自見さんが潰してしまったんですが、これが痛かった。つまりですね、はい、研究開発費が費用処理されるのは G7 で日本だけなんです。つまり費用処理ってどんなことを言うんですか？例えばですね、はい、その小山製薬というところが、はい、抗がん剤を作るために3億円研究開発投資をしたとします、はい、ちょっと動画にしていただけますか、すいません。それは、はいはい、そうすると研究開発投資をしたら、はい、その分が全部その年のコストになる、はい、つまり研究開発をやればやるほど赤字になってしまう、うん、そうすると銀行から貸しぶりを食らったりする、はい、業績悪化なんですね、研究すれば。はい、だから研究開発投資がやりにくくなっちゃったんですね。そうなんですか。え、でもどうしてそんなことになるんですか。その研究開発費を、うん、そのまあ凍結ではないですけども出にくくするような感じにして。いや、それは悪意でしょ。
悪意ですよね。ええ、じゃあやっぱり日本を滅ぼしたいっていうその意思のことですよね。まあ、それはね、しかもですね、はい、この時に2006年ぐらいっていうのは、はい、まあ、私のあの例の本にも書き、その制度改正のことを書いたんですが、はいはい、国際会計基準に近づけるという流れの中で、はい、そこだけ逆行してるんですね。はい、で実は国際会計基準で研究開発費は、無駄にならない限り焼却もしないんです。つまり全く費用にならないんですね、はい、そしてその研究開発が無駄になる、それも、はい、この薬をもう売るのやめると、はい、なったらそこから焼却したんです。つまり研究開発投資というのが費用にならないということが非常に重要なんですね。でこれをやってしまったため2006年以降我が国では抗がん剤が一つもできてない。つまり海外のアメリカの製薬会社がすごい得したんです。買わされるんですね。そうですね。日本の会社が止められてるというのは、なんかトロンの話みたいですね。Windows95 とただ今度の TPP のやつでね、はい、まあ、ちょっと徳永エリさんが不勉強で恥かいたみたいですけど、実質薬の保護期間が12年が8年になったんですね、アメリカが、はい、これはアメリカの製薬会社で大損害なんですが、うん、ちょっと私も意外だったのは、はい、私ね、ちょっとね、甘利さんに近い人に聞くとね、はい、なんか甘利さんが慌ててまとめた背景の一つにアメリカが繊維の関税を開けちゃったんですね、うん、どうもフロマンさんが口を滑らしたっていう、うん、はい、これはちょっと意外だったんですが、うん、コットンの綿ですね、はい、一番センシティブな綿も含めて、はい、全部解放しちゃったんですね、はい、だからこれはね、やっぱりそれだけその薬の8年で止めるために、はい、まあ、綿を、まあ、犠牲にした、まあ、繊維ですね、はいはい、あれの代わりにこれというんですか。でもそれはちょっと意外でした。だからまあちょっとまあ語弊あるかもしれませんけど、その聖域のね観点から言うと日本が4勝1敗でアメリカ3勝2敗なんです。そうですか、意外なんかでも全部こう負けてみせちゃったっていうふうに。いやいやいや、それはね間違えると思います。そうです、だって米なんて全然興味ないじゃないですか。なぜかっていうと米のね7万トンって全量する 1% で全量国買い上げですよ。ほんでしかも買い上げであって、しかもそれって入札義務ないんで実はほぼ無影響なんです。むしろ心配しなきゃいけない豚肉と林業だと、まあ、それまだ TPP の介入っていうことで、でもう一つ、あ、すみません、先ほどの図に戻しておきますか。先ほどの図に戻ります、はい、いいですか、大丈夫ですか、はい、そしたらその製造業の衰退というところから、はいはい、今の技術の流出、国家の衰退っていうのもあるんですが、はいはい、もう一つ製造業が衰退するとですね、はい、お金が余るんですね。投資先がなくなるんですね。例えばアラブを見たらわかりますね。投資家がね、今まで頑張れと言ってね、そうそうそう、日本の国内の工場につぎ込んで、で国内で工場をやっていたものっていうのは、うん、まあ中間層というかね、うん、まあ真面目で正直な層というのが頑張って働くのが工場だから、うん、私ねこの間ちょっとですね、うん、今バイト中であれですね、単発のバイトっていうのに行ったんですよ。そしたら顔のねお化粧品ですよね、うん、なるほど、でこういうねなんかねこうお化粧品の箱詰めの工場なんで、はいはいはい、大した労働はないんですけれども、うん、そこ行ったんですね。その空気を見たらね、あ、日本の経済成長期のなんか雰囲気とかね、うん、なんとなくねこう感じて、工場ってみんなね、うん、同じユニフォームを見てのっぺらぼうかなと思ったらそうでもなくって、うん、みんなこのマスクとね帽子の間から目しか見えてないのに、みんなが平等で、日本人ってみんなが正直 でみんなで協力し合って楽しく仕事するんですよ。でこういうのが今考えると、これみんな海外に行っちゃったんだなって、うん、アジアに。やっぱり昭和の時代は良かったな。もう日本にこういうところってほとんどないんだなって思ったら、うん、空洞化っていうのをすごく実感しちゃいました、うん、はい、でこの金が余ると投機マネーが増大するわけですね、はい、それで投機マネーということは、まあ、そのカジノ的なっていうね、和田先生もおっしゃってた、うん、そういうカジノ性の出てくる投資が、だってアラブのね、アラブマネーがなんで、はい、まあ、リーマンショックだって結局あれはファンドマネージャーはユダヤ人ですけど、はい、お金つぎ込んでたのはアラブなわけです、はい、当然ゴールドマンもそうですからね、はい、でそうするとなんでそうするかって言ったら簡単な話で、はい、投資するものがないからですよ、うん、そうすると投機マネーが余るでしょ、うん、なハゲタカファンドの資金源が増えるわけですね。そういうことですよね。そしたら竹中さんが喜ぶと、こういうことになるわけですね
私ね、パソナさんにちっとも仕事ね、だからね、竹中さんのやってることってね、つまり勝田助長は、ええ、ハゲタカファンドにお金がいくことになるっていう構図がすごく大切なんですね。分かってるのにそれを進めてた。いや、それはそうでしょう。どうしてですか、うん、自分のとこばかり考えて。いや、それはやっぱり自分らが儲かるかなと思いますけど。でもそれが一応日本のためだと思って竹中さんやってるんですよ。いや、違うんですよ。そんなことないでしょ。むしろ日本の社会に恨みがあるんじゃないですか。それはいや、わかりませんけど、橋本さんだって結局ね、はい、国のためを持ってんじゃなくて、はい、グレートリセットっていうかね、はい、やっぱり全部引っかき回したんじゃないかと思いますけど、ね、それはあれですね、初代ロードシルドみたいなもんですね。ここの図見てくださいね、これもね、はい、大阪のね、財政を良くすることは、これ私学女子を切ろうとした時ね、うん、私たちが苦しむことなんですかって言ったらね、自己責任だ、お前が悪いって言ってるわけですからね。なんかこの時からテレビに来ててすごい怖かったですよね、こうちょっと引きこもりのカルトっぽい感じがして。でもね、なんでこんな人を選ぶんかなと、大阪の有権者ってわからんなと思うんですよね。まあ、ちょっとね、マスコミの見せ方も偏ってるんじゃないかなと思うんですけど、大阪の、ね、ローカルのマスコミなんてね、ほとんどね、維新牛耳られてますよねっていうぐらいに、うん、と言われるぐらいに偏ってると言われてますよ。私がちょっとよく覚えてるのは、311の時ですよね、311の時に、この人初めは原発をやめようっていうことを言っていたんですけれども、その野田総理がその会いに行ったんです、彼にね。それでなんか話を聞いたら、コロッと変わっちゃって、原発は推進するしかないっていうふうに。でも今でも関連の関西電力の方に大阪市の株を持ってって反対反対言うてますよ。ああ、そうなんですね。ただそういうふうにちょっとなんて言うんですか、この人たちってやっぱりそのどっかから命令を受けてる、そのお休み人形に見えるんですよね。ただの役者というか、はい、でシナリオが変わったよって言われたら、わかりましたって言って、そういう風に見えちゃいますよ。だってこの間の自分の意思とかをもう翻したわけですから、それを考えるとやっぱり坂本龍馬じゃないんですけど、やっぱフリーメイソン系で彼は動いてるのかなってちょっと思ったりしました。なるほどね。フリーメイソンってまあセレブっぽいイメージもありますけど、まあ元々はね、なんですね、ヨーロッパで辛い思いしてるユダヤ人たちがこうひっくり返そうぜみたいな感じでやってきたね、石膏の労働組合っていうね、貧しい人たちから始まってるものだし、だからね、そういう高級な思想や思考じゃないんですよ、フリーメイソンって。だからちょっとなんか似てるかなと思って。僕はね、でも思いますけどね、はい、維新の支持者の人はね、はい、野田総理じゃなくて野田武さんですね、はい、自民党の前税調会長のね、あ日中協会会長の野田武さんの方に足向けて寝れないと思いますよ、はいはい、もう私実はね、この選挙終わったのね、名前名乗ったら柳本事務所とか、ちょっと動画にしてくださいね、今から柳本事務所とか栗原事務所に行きました。結局もうね、はい、公明党が動かなかったのがものすごく辛かった。もうね、すごい恨み節でしたよ。公明党さんまたなんか天秤にかけてたんですよね、きっとね。いやいや、それはだから私言ってたの、軽減税率1兆円まで広げたら協力するんだよ。一応自民党維新が出てな、自民の味方しなきゃいけないじゃないですか、まあ普通ね。今回は投票に行った人は8対2だったそうです、統計取ったら、出口調査でも公明党大量に棄権したみたいですね。じゃあ次のページ行きましょうか。次のページ、はい、お願いします。じゃあ6ページお願いします、はい、でピラミッドがいっぱいですね。そうですね。で、はい、これですね、はい、大体こう今の大学、これは、安倍さんは風右かもしれないけど、いろんな政策中心に言ってやっぱりね、自民真ん中なんです、はい、で自民よりも右のどっちかというと新自由主義とかね、に近いのが自民真ん中ですか。大体その政策的には、まあね、でも安倍ちゃんね、あれオバマよりもね、プーチンが好きですからね。ああ、そうですね。この間顔に出しちゃいました。出ましたね、国連で。小橋にね。で、実はですね、はい、私が大嫌いな憲法96条を改正しようとする人たちと、はい、96条って何でしたっけ。改正要件を半分にしようとですね、非常に危ないことを言う人と、3分の2じゃなくて、ね、そうそう、と一員制にしたい人と、首相公選制を標榜する勢力とですね、はい、TPP は無条件に承認というですね、小賀茂明さんとか橋本徹さんとか、まあ、要はあるいはその桜井よし子さんとかのようなあるいは金美玲さんみたいな人でメンバーかぶるんですよ。うん、そうですか。でいや、憲法改正は
ちょっとあれはどっちかっちゅうとね、あの、世界の計画書の中にあることだから、そうただね、96の都合じゃないですからね。でもね、96条改正はもうないんですよ。今自民党、この間ちょっと特集でやりましたけど、はい、今度出てくるのは新しい権利と、会計基準の強化と非常事態条項みたいですよ。でも安倍義弘さんの憲法改正、憲法改定草案、自民党の草案を、解説する会に行きましたけど、いやマジで統一教会の内容だったっていう。だってマジであれは出てきませんって、はい、なぜか言いますか、はい、憲法96条改正の、はい、旧憲法の船田さんクビになりましたから、はい、あの例のあの小林節さんのあの時の話、ね、あ、そうなんですか。むしろですね、小林節がですね、はい、憲法改正反対になった経緯ってね、うん、あの人実は憲法9条改正の旧憲法だったんですよ。そうなんですか。小林節とも右で有名だったんですけど、まあ慶応だったんですよね。あの人がなんでね、はい、あの憲法改正はあの反対派になったか言うたらね、96条を変えようとしたからですよ、うん、9条じゃなくて。だって96条を変えたらね、例えば1条も変えれるんですよ、天皇制も変えれるとかね、あれ男女同権を変えるとかできるんですよ。やばいですよ。で、まずこの図で注意していただきたいのは、はい、その右側は面白いです、ね、右側はですね、まず大阪維新が右ですけど、はい、もう一個ね、次世代がまあ右にあって、はい、次世代の半分ぐらいがネオリベなんですけど、はい、そのはみ出てる人がまあ中山京子さんとか、はい、あのいわゆる超右の人ですね。で、気をつけてもらえたの大阪維新の下に総毛って書いて、なんかこれ見たことない。これね、つい最近できた。総毛の毛ってあの葬式の総みたいな。いや、これはあのこれ葬儀木器ですか。あのあれじゃないですか、あの水島さんとか桜井佳子さんの系統の。これはね、誰が代表かというと、はい、小沢咲人さんとか。で、ここになぜかね、山田太郎さんが入っちゃっててね。これがまあ、ね、痛いですよ。で、実は、はい、今日な流れたニュースですけど、はい、実は大阪維新と、はい、次世代と、はい、総毛の会と、はい、元気の会がどうも会合を持ってるようですよ。はいや、だから新自由主義の新しい集まりができたんでしょ。私たち何をすることを考えてるんですか。分かりません。そして実は自公の真ん中の真下にみんなカッコ新って書いてあるでしょ、はい、これが実はね、みんなの党が新しくみんなの党ができたんですよ。これはね、あのパリのテロの日でそっちに書き消されちゃったんですが、なんかみんなの歌とかみんなの党とかっていろいろいっぱいできるんですよね。いやでもね、みんなの党を作った人はですね、はい、この下に脚中にありますように、はい、なんと鳩ポッポ系のですね、鳩山元総理系のこのね、高田邦子さんとかですね、ゆくたと書いて、はい、この方は、はい、埼玉の、選挙区の参議院議員で、はい、この人がみんなの党を再結成します。はい、何のためにさ、この人もご年配の方ですか。いや、だいたい50前ぐらいの方で、はははあの女性なんです。次世代の、 あの当初はなんかご年配の女性なんですよね。その方は中山京子さんですけど、はい、あの高田邦子さんっていうのはですね、はい、元民主党で、はい、緑の風に行ってなぜかみんなの党に行ったという人なんですが、はい、でみんなの党でどうかなと思ったらですね、はい、こういう党を作っちゃったんですね。はい、でもともとみんなの党のグループは元気の会とかにグループになってたんですけど、はいはいはい、そこがなんか今ちょっと浮いちゃってですね、はい、みんなの党の名前取られちゃったみたいでして、これ突然ね11月13日に届け出をして、なんでパリのテロの日に合わせて作られてる。いやいや、それは合わせたんじゃなくて、たまたま偶然かもしれませんね。偶然ですかね。で11月の21日になんかその高田邦子講演会が緊急集会があって、ちょっとそこの話を聞くとですね、はい、とにかくこの党を作ったんだっていう話で、どうも聞くところによると、はい、旧民主党の鳩山系の人のどうも声をかけてるみたいですよ、はい、鳩山さんが一旗上げようとしてるんですかね。もう多分そう思います。あ、昨日私鳩山さんのお話聞いてきましたけど、した、はい、なんかあのこの先の講演会はみんなキャンセルされたって言うんですよ。右翼が怖いんで。それだってあんなあの慰安婦の像で土下座したりするからですで、あと左の方は民主、それからその維新の東京系、それから社民と、それから生活と共産と、こんな感じですよね、うん、鳩山さんといえば私印象に残ってますのがクリミア半島に行って、うん、割と大きなこと言ってきちゃったじゃないですか。あ、であの様子を見て、まあ、これは世界の覇権 の、 あの変化を読み取って彼は言ってるんだなというふうに思ったんですけども、そうだとするとなんか鳩山さんってやっぱりそっちのために働くつもりの人じゃないかなと思うんですよ。それでこっち来てんじゃないですか。その私は違うと思うけどな。うん、私は鳩山さん自身は結構良い人っぽいんですけど、いやだってクリミア半島がロシア領であることを、はい、
本音は、はい、キリスト教世界には今度やる話だけど、はい、キリスト教世界は歓迎すると思います。はい、それはそうです、ね、あの、はい、キリスト教世界の究極の目標はやっぱりコンスタンティノープル奪還という大きい目的があるので、はい、あそこはロシア海軍がいないと不安になるんだろうかなと思いますけど、はははは、まあ、これは日本人にピンとこない話ですけど、なんかイギリスの、あの、ね、あの正教会となんかロシアの正教会って、まあ、まあまあ一緒に動くんじゃないかな。そう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 、全然ないそんな。あ、そうですか。そう、一昔そんな話あったけどないないない。あ、一昔あったんだ。今もお互いにあの向こうって言ってます。じゃあこれまた次回ですね。はい、それじゃあいよいよお楽しみの10ページお願いします。はい、お願いします。はい、ではいよいよですね、です民主党の中が一体思想的にどのような地図になっているのか、うん、ということでですね、田淵先生これをですね、昨日もツイッターに上げてくださったんですけど、これまた最新のまでまた上げてくださいましたね。また2、3日中に。これがですね、はい、その11月12日までの図です。これは、あ、そうだ、これ作ったのは田淵さんの知り合いの方なんで、その方が更新してきたってことですね。まあそうです。それで、ね、まず見方なんですけど、まず左側が自民公明与党で、はい、右側がどっちかというと左翼セクションになります。共産党、それからは山本太郎さん、生活の党ですね、うん、まあ、国民の立場に立ってってことですよね。どっちかというと生活の立場に立ってる人たちっていうことですね。の生活の党、そしたら軽減税率反対したらあかんわとか、とにかく、はい、その、まあ、左の左翼の方と言われる、はい、セクションの方で観光路あるんです、はい、真ん中の味方なんですけど、はい、よくあのお問い合わせを受けるんですけど、この上と下にこう水色のこうなんかこうあの長方形がありますね、横長の、はい、これはですね、あの食パンだと考えてください。でもうち上は細川小泉脱原発連合ってことは自民党系じゃないですか。いえいえ、脱原発です。これはですね、都知事選の時に、はい、小泉さんね、はい、で下の方が竹中さんです、はい、この2人は裏でつながってるんですよ。でね、まあそれは裏でっていうか、ね、てかあの旗手ですよね、新自由主義導入の。そうそうそう、てか彼らは自分たちが何をやってるのか分かってなかったんじゃないかと今でも思うんですけど、その真ん中の黄色い四角はですね、はい、これあのスクランブルエッグだとか食パンとスクランブルエッグ で、はい、であの楕円形はプチトマトだとか。そうですか、だいぶはみ出てます。いやいや、だからそのサンドイッチもこうギュッとプレスするとはみ出るじゃないですか。だから今は細野さんと松野さん、柿沢さんあたりちょっとはみ出してる。結局じゃあ自民党勢力の中でどう動こうかもがいてるような感じ。自民党じゃない、左翼と自公の間ですね。自公の間ですか。自公の間、他自公の間に小泉さんと竹野さん、ね、間っていうその両側にどっちも行かない人たちがいてですね、はい、で最近細野さんと長嶋さんと、さっきあのこれ桜井よし子さんがね、はい、だ正体バレてきまして、実は保守じゃないってバレてきて、最近細野さんとか長嶋さんとかですね、そのそっちの小山さんが言うところのワンちゃんの方の系統に最近系統しておられるようでして、はい、どうも最近ありまして、であと見方として真ん中の下のところに、まあ、橋本さん、松井さんで大阪維新の会がありますよね、はい、まあ、ね、そして、はい、ここにあるんですけど蓮舫さん、それから野田佳彦、はい、前、はい、まあ、元総理ですね、はい、それからパク・シンクンさん、はい、藤末さん、小田地さん、はい、菊田さん、前原さん、辻元さん、はい、でこの人たちを支えているのはですね、はい、一つは新自由主義であり、はい、もう一つは韓国が大好きな人であり、はい、蓮舫っていう名前とかパク・シンクンのパクさんっていうのは日本人ではないんですか。この、まあ、蓮舫さんもっと台湾でしょうし、あ、台湾でしょうね、この方はね、はい、外省人の系統みたいですよ。いやいや、中国大陸系の蓮舫さんは民進党のなんか幹部 の、 あの名誉さんでいらっしゃるし、あ、そうなんですか、ね、でパクさんはもともと韓国人で、はい、東亜日報の東京支社長でして、はい、あ、そうなんですか。で実はその下に新州連ってあるんですが、これはですね、日本最大の宗教団体でして、はい、創価学会の2倍ぐらいあると。はい、光ってね、ありますね、立正厚生会、それから崇高真光、この間立正厚生会村のそばを通りがかりました。学校があって病院があって、ありますね、すごいですね、はい、あとそれからの、天理教、天理教の、あと成長の家です、はい、成長の家違うな、あとあれだ、新女園とかね、はい、新女園も、まあ、そういう、ここはね、はい、ものすごく強いグループでして、はい、まあ蓮舫さんとも非常に立正さんの力が強いわけですよ。うん、小田地さんパクさんも、うん、
だから富士通さんもね、うん、非常にこう立正厚生会がものすごく影響、まあ、のおかげで当選してるって。一応立正厚生会が彼らを応援する名目としてはどんな政策に関してが、それは分かりませんけども、まあ平和政治とかなんかじゃなくて、まあ一応ウェブサイト見ていただく、ただなんか安保法案には反対されたみたいです。そうですね、連邦は、ね、うん、本当に目を赤くしてましたよね。そうすると私は悪い人で、私はあの原発推進側で安保法案賛成してたんですけど、私は悪い人やっぱりどっちだかっていう。ああ、田淵先生がですか。そうそうそう、田淵先生ですか、うん、いや安保法案の解釈の仕方がね、うん、いやその自民党側の説得のされ方とだ、まあ、学者とね弁護士から の、うん、あの意見っていうのとまるで違うんですよ。ですよ、だからどっちのそのなんて空気の中にいて、うん、どういう空気を吸ってたかによってしまうと思うんですね。なるほど、はい、で私はその自民党が説得している内容っていうのは間違ってると思っている、うん、なるほど、はい、でそれは偏っていてリスク管理のされていない情報だと思っているので、うんうんうん、やはり専門家の、学者さんと弁護士さんがつっつくことの方がリスク管理がされた情報だと考えています。わかります。だからといって田淵先生が悪者だとは思いませんが、議員の秘書なんかでなんかひどいことを言う人がいるともうパンチ食らわせたくなりますね、自民党の。であとですね、この左下のフォーラム4っていうのがありまして、はい、これは、竹中さんのお弟子さんの古賀茂明さんで、はいはい、元橋本徹の、まあ、今でも古賀茂明っていつ竹中さんの弟子だったんですか。最初から。そんなことも小泉内閣で経産省で干されてた古賀茂明を、はい、首相補佐官にしたのは竹中さんですから、はい、そうなんですか。なんで、うん、まあもう、まあ、のマナ弟子って秘蔵子なんですけど、この古賀さんがですね、はい、フォーラム4って言って第4証言の党っていうグループを作って、はいはい、それテレビで一生懸命やってましたから。で一時期ですね、はい、生活者ネットの、はい、あの細川派っていうんですか、はい、西崎光子派ですね、はい、うん、とかですね、あの小野さん、川田さん、落合さんとか、長妻さんまでこう引き連れてですね、改革はするけど戦争はしないっていう形でね言っておられたんですが、その改革っていうのがまあ経済侵略なんですけど、ちゃんと学んでるのかなという感じです。またでこの方はですね、9月の3日にですね、はい、生活者ネットの会合で、はい、今の TPP は手ぬるいと、もっと完全に関税を全部撤廃しなきゃいけないって言って、大騒ぎになりまして、どうもフォーラム4がなくなってしまいまして、あの、はい、次のページよろしいですか。お願いします。でこれが最新の状況。最新ですか。ありがとうございます。はい、まあなんか共産党が C さんという言葉一つでまとめられているのはなんかあんなに巨大なのにちっちゃく見える。一応まあ名前で書くのがまあこの ね、 ね作者さんに聞いてもらいたい。いやこれ松野さん、柿沢さんって誰でしたっけ、そのこの人たち。これは維新執行部でしょ。維新執行部のあの人たちですよね。が今小沢さんとつながってる。そうなんですよ。仲良くなっちゃって。小野さんはですね、はい、あの今もこの江田さんとひっついてますけど、はい、フォーラム4構想が なくなりましたんで、なくなったね、本当なくなってるよね。なくなりました。でそれで、はい、維新執行部戻りました。ああ、そっかそっか。で、はい、桜井佳子さんはその細野さんとか前原さんにちょっかいかけてると、はい、で本当はこのもう一箇所桜井さん書かないかんのですけど、ね、桜井さんは一番左上にいます。いますけど、もう一つ次のバージョンでもう一つね、右の方にもう一つ桜井さん書かないかんと思ってるんですが、ああ、そうなんですか。桜井佳子さんってそんなに大活躍なんです。影響力あるんですか。いや、その台湾派のね、はい、であと桜井さん実はその左下の総毛の会というところを見ると、はい、小沢崎人さん、総毛の会ってちょっと調べてみないとあかんですね。これはあのだって山田太郎さんって秘密保護法の集会の時とかいつも司会とかしてくださってた方で、なんかね、えらい感じのいい方だったんですよね。実は、ね、山田太郎さんって、はい、まあまあ、松田幸太の元気の会と、はい、面白いことを総毛の会と、はい、大阪維新、はい、それから、次世代の党ね、うん、これがどうもですね会合を持ってるという報道されてますので、まあ、私もそう思ってましたが、一番下見てくださいね。松田さんたちってなんか情報弱者に見えるんですけど、私になんかすごいあの すごい正規感はあるんだけど、もともと情報収集がかなり薄いっていうか、いいそうです。なんかね、表面での動きでしかなんか判断してないような気がして、 もっとディープなとこ行ってから言えようみたいに思って、ね、でも松田さんと山田さんと、はい、今度東京のね、はい、参議院の選挙区に某女性活動としてますけど、そうなんですか。誰とは言いませんけど。誰ですか。それちょっと今言ったら怒られますから。ダメ、誰ですか。それは私の知ってる方です。はい、そうです、ね。誰ですか、それ。それは
ちょっとはい、あのそれで、まあ、結構人気のある人ですよ。人気のある人ですか。資金力もあるし。あ、本当ですか。はいはい、でね、で、あの下のとこ見てほしいんですが、はい、松沢。松沢さん、その文字右のですね、債券かっこみんなと書きましたけども、はいはい、あの、あ、先ほどちょっと話が出た、高田邦子さんがみんなの党という名前を取っちゃいまして、はいはい、ここの後ろにはどうも鳩山さんがいると。鳩山さんとみんなって名前ってすごくあの親和性がある気がします。そんな気しますね、はい、なんかみんな友愛の範囲とか言いそうな気がしますけども。だ、ね、友愛の範囲をね、あのフリーメソン以外もちゃんとしっかりですね、あの弱者にも広げていただきたいというね。で、高田さんの話を聞くと、はい、今までの、まあ、みんなの党のマークはそのまま使うけれども、はい、マーク使うんですか。あ、でも綱領は変えるそうです。いわゆるそのネオリベみんなの党じゃなくて、思いっきりその昔のその鳩山さんが理想とするような、はい、あの党に変わるそうです。だからそう、宇宙の党とか、まあ、そうそうそう、あの川内さんとか松原さんとか、こういう系統とか、あるいは今落選中の人で鳩山さんに近いような人を決して、山田雅彦先生って可能性ないですか。鳩山さんがするいやあるかもしれませんよ。テレビではね、あのそのなんオールジャパンではご一緒でしたよね。私はね、山田先生ね、あのちょっともうちょっと浮上してきていただけないかなと思います。地方都市のためにね。あの、はい、このね、都市じゃないか、農村のためにで、はい、ですね、どうもですね、みんなの党って名前を取っちゃったんで、まあ、前からね、私も言ってるその松田さんがみんなの党を再結成するという動きはあったんですけど、でも山田さんもやっぱり民主党戻れないんでしょうね。さあ難しいでしょうね。ですよね。でも小沢崎人さんは民主党助席になってるんですけど、総盲の会ともチャンネル桜によく似たような名前ですしね、桜井よし子さんの匂いがプンプンするんですけど、やっぱりまあ桜井よし子さんの正体はやっぱりネオリベですからね。ネオリベっていうかね、ネオリベに乗っ取られちゃうんですよね。結局最初の使命感があったとこ、私は見てるけど、この人はもう台湾の台湾民政府の方ですから。いやいや、もう私は本当に本当国をもう、そうですか。本当でもね、力持ち始めて、こう、あの候補力がついてくると乗っ取られる。でもね、桜井さんは基本的に日本の国益も大事だけど、うん、台湾の国益がもっと大事な人。そりゃどうかわかんない。まあそういう人間関係になっちゃったらそうなっちゃうかもしれない。鳩山さんだったら、昨日ちょうど鳩山さん見てきたので、ちょっと気になりますよ。で、あのこの川内さん、仙台原発の仙台じゃないですか、川内さん。川内さんって鹿児島の議員さんで、で、ちょっと昨日もその築地の関係だったんですけども、あの築地のこと一生懸命ね、豊水店 の、 あの停止のためにすごく頑張ってくれた議員さんだったらしいんですよね。はい、で、こちらの元秘書が、あの今山本太郎さんの事務局長の横川さんだったということで。そういうふうになってるんですか。はい、そういうふうにご紹介を受けました、この間。早稲田でね、あの山本太郎さん喋ったと。そうするとこの山本太郎さんとか小沢さんがこの右のこのラインからキュッと抜けて、はいはい、この高田さんの方に行っちゃう可能性もあり得るんですか。行っちゃうとかね、そういうタイプ、まあ、太郎さんはそういうタイプじゃないですよ。小沢さんもそういうタイプじゃないですけど。いやいやいや、でもね、私ね、あの結びつくっていうのはあるかもしれませんけど、行くとかっていうのはないと思います。でも生活の党のね、はい、ある議員の秘書をやってる人に友人がいるんですけど、はい、まあなんだかんだ言いながら小沢さん左翼になっちゃったんでね。やっぱり、いや、そうそう、それは一辺倒ない形で野党です。いやいや、佐藤じゃない、左翼っていうか野党ね。で、やっぱり方向変えたいんでね。まあね、一つね、本当に大きく変わったのはね、カジノ疑念を抜けちゃったっていうのがありますけど、でも昔自分が通した法案とかにはまだ未だに責任持ってますからね。まあ、太郎さんは反対してもこの人は賛成したりします。なるほどね。そうですよ、はい、別にそういうんじゃないと思いますね。野党だとは思います。はい、まあですからね、あ、そろそろお時間ですけど、はい、この図はね、なかなかね、はい、あの私の友人が作ってくれたんですけど、はい、あのまあ、面白いですね。これなかなかね、分かりやすくてね、はい、ずっとこのサンドイッチの具になってるんですね。じゃあこの黄色い部分の人たちみんな、あのスクランブルエッグは新自由主義だと思って、新自由主義と、ね、あの、はい、韓国好きな人と新執念という、はい、韓国っていうのはこうあれじゃないですか、日本のね、あの庭園庭で行ったらね、玄関にこうトントンって飛んでくると飛び石みたいな感じで、私あそこってほらこうハブっていうかハブ空港みたいに、アメリカも足がかりにしてるし、日本の足が、あれアメリカの足がかり、中国の足がかり、北朝鮮の足がかり、そういう国ですよね韓国って。
だからすごく今見方もある。いや米韓 FTA で食い散らされただけだと。そうですね、あのハイエナに戦われたように、あの3分割ぐらいにはされてると思いますけど、でも何かというと韓国を通じていろんな勢力が入ってくるっていうのはそういうことだと思ってます。悪い意味の勢力、ね、悪い意味、例えば野田さんとかですね、あの民主党の新自由主義の人ってそのブッシュ側っていうか、そのあのアメリカの軍事権力 の、 あの、ね、こう資金源がやっぱ韓国通じてワンステップしてで松下政権とかそういうふうに入ってきてる感じがイメージですよ、するんですよ。これはあの単に芸術家としての勘であって新聞を読んでるわけじゃないんですけど、うん、まあそれは野田さんね韓国にね6兆円事実上通貨スワップのね、はい、今言ったあの、はい、IMF を通さない通貨スを事実上貢ごうとしたりね、あそうなんですか、公室財産ね上げちゃったり、まあそう、まあ野田さんの韓国ひいきは異常でしたからね。やっぱ日本の公室を壊したいっていうのは、まあそうでしょうね、もう非常にもう2世紀ぐらい彼らは考えてることです。ああまあそうですよね、女系天皇の問題とかね、やっぱりのユダヤ人 の、ね、あの目標ですからね、そのあのユダヤ人が分裂した時からの因縁だから、なるほど、はいはい、まあ、皇室がユダヤにあのあれ、ね、血筋があればですけどね、それが本当だったらですけど、うん、なるほど、そうですね、まあ、だから今後はですね、総毛の会と大阪維新と元気の会と、はいはい、それからネオリベル化した次世代に気をつけなきゃいかんと、はい、で、あの鳩山由紀夫さんのみんなはどうですか、これ期待ですか、それともわかんないですよね私もね昨日一生懸命鳩山さんの顔を見つめたんですけど、うん、何を考えてるか全くわからないです。いやあの動向不明ってやつかもしれませんけど、ね、あのね空洞に見えるんですよ。いやただね、はい、ちょっと噂によるとね、はい、落選中の植松さんに声かけてるとかね、いろんな噂あるんですよ、はい、高田さんは、あ高田さんはですか、じゃあ鳩山さんに何変わって、いや鳩山さんに近そうな、はい、人にどうもあっちこっちこう声をかけてるみたいで、はい、でもね、川内さんここに入ってきた山田雅彦さんも入るんですよね。あ、そうですか、山田さんと川内さんって関係深いんですか。だからこれどういう流れか分かりませんけど、まあしかしまさか高田邦子さんがみんなの党という名前を取ると思わなかったんで、あいや本当はこれ大々的に報道されるはずだったのに、はい、パリでテロがあったからね消えちゃったんですよね。そうなんですね、ちょっとですね、昨日あの、まあ、ワールドフォーラムっていうね、ちょっとコアな人が行くところ、 あれに、まあ、行って鳩山さんを見たわけなんですけれども、なんかそこの、まあ、ワールドフォーラムの思考としては昨日はですね、うん、ウェクサーさんっていうあの学者さんが立ち上げたオールジャパンという野党連合の代表として鳩山さんをこう引っ張ってきたような位置づけになっていまして、そうするとそこには山田さん入ってるんですけれども、ね、で一つもう一つ昨日ね面白い話が、うん、その築地の方々ね、うん、あの、あの辺の中国の方々が、うん、あのぞろっと皆さんいらして、うん、でその中に私の知り合いがいたんで、うん、まあ、じゃあ呼ばれたっていうかね、ちょっと一緒に、うん、あの行くでしょみたいな感じで言われて、うん、それで行ったんですけれども、うん、なんかですね、あの来るはずだった民主党の、うん、あの議員さんがですね、女性の議員さんが、うん、あの来なかったって言うんです。それでなんかですね、不都合的になんかこう行くなと言われて来れなかったみたいな雰囲気、ちょっとお腹痛くなったのとかね、そういうのでメールが来るっていうことも何もなくて、突然不気味にその約束だったのに来なかったんですって。でその人もなんか民主党って一体中がどうなってるのかしらって言っていてあのすごいあの個人的な話題ですいません。でもちょっとそこからこういうふうにこう分裂分断がねその党の中で派閥っていうかね、あいつらと付き合うなみたいな、そういうのがあるんだとしたら、このオールジャパンに近づくなとか、そういうのがあるのかな。オールジャパンはだからその民主党左派なんですよ。民主党左派。だからその新自由側にあのいる議員さんだと、その仲が悪いからね、鳩山のに行くなと言われたとか、そんなあるんかな、まあ。なるほど、小山さんの分析はね、なかなか面白いですね。それまあ、だから一つ流れで偶然出てくる疑問なんですよ。鳩山さん民主党出ましたけど、だからといって、あのその党内にそんなにまだそのなんか鳩山さんの敵っていうのが多いのかっていうのちょっと疑問なんです。鳩山系っていますからね、なんか、はい、私もこれ本当にまあそのどうなるかと思うんですけど、来年のまあ参議院選挙を向けてですね、はい、あのかなりやっぱり今回自民党苦戦しそうですしね、はい、私はその大阪のあのダブル戦見ても分かるように、はい、私はあのこれ以上そのなんか公明党やる気なくさせたら惨敗するんじゃないか10勝22敗とかね。
1人区かなりやばそうですよ。公明党がいる限り自民党はこう選挙に勝っていくような私の気がしてたんですよ。だから公明党が手抜けばああなるという、ね、まあ、そっちの方が現実なんだからいいじゃないですか、まあ、そう思います。いや、まあ、それはちょっとあの軽減税率推進派としてはちょっと、あ、確かに軽減税率はでもね、あのちゃんとあれですよ、あの野党側にもきちんと説明したらそれ大歓迎ですよ。嘘嘘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 民主党さんはそういう別の理由があってね、出口じゃないだけですよ、はい、あの単にその軽減税率をされた複数税率困るシステムの会社とかデジの会社があるんじゃないかなと思います。それを責めてらしたんだ。あのただね、はいはい、あの中小企業連合会の話とか、はい、私説明行きましたけど、はい、もうあのなんですか、あの簡易課税業者はみなし単一税率になりますんで、はい、と言ったらもう組織だって抵抗するのやめるということです、ね、うん、あ、そうなんですか、素晴らしい。中小企業連合会ともお話されてるんですね、はいはい、まあ、ということでお時間でしょうかね。そうですね、はい、まあ、今日これね、あの小山さんのご希望で、はいはい、ちょっと新自由主義をなんか少しでも紐解ければと思いまして、でまたあの今日 の, あの話を魚にですね、いろんなあの、の飲み会の場でも何でもいいですね、いろんな情報交換をぜひお願いしてですね、うん、あの民主党の中で一体何が起こっているのかあの皆さんで明らかにしていきたいと思います。民主党って面白い党ですね。そうですね、ただですね、ざまみやかれですね、このね維新をね、維新この大阪選挙絶対にあの維新勝たしちゃダメだよって田淵先生と同じことで頑張ってたんですよ、ね、で彼の一応ね、あの選挙レク聞くとですね、まあ、結局野党競合するってことは民主党を守るための選挙になるぞと、民主党の議席を守らんとやばいぞと、そういう話で ありました。それぐらいですね、その重要なところにいる民主党っていうのは私たちにとって結構法案通すにも何にも、ね、すごいね、あの重要な党なので、はい、まあ、あのそういった部分からも重要だと思うがゆえにですね、中をこうあのカーテンを開けて暴れちゃおうかと問題があれば全部摘出してしまおうかと思っている、はいはい、というわけでですね、はい、ね、そこからできるところをやね、ことをしていきましょうということで、はい、またですね、じゃあ、来週は、またですね、ちょっとね、大変なお勉強をさせていただきたいと思っておりますので、はい、頼りにしております。田淵先生、どうもありがとうございました。組長の田淵先生でした。